理解も試されるんだけど、やっぱりね、暗記、ある程度ね、やっぱり暗記で助けられる部分もあるっていうのがポジティブですかね。暗記で何とかなる部分もありますから。はい、皆さんこんばんは。公認会計士の小山です。本日もですね、超初学者向けの公認会計士試験の概要ガイダンスを収録していきたいと思います。前回ね、公認会計士試験の担当式バージョンはもう収録済みですんで、もしねそちらを見られたい方は過去動画チェックしてください。で、今回はなんですけど、特にね論文式試験を解説していきたいと思います。まあ、超初学者と言っておきながら、いきなり担当論文とか言って恐縮なんですが、まあ、この試験はね、まあ後で解説するんですけども、一般的にはですね2回試験があります。まず1次試験っていうのが担当式です。まあ簡単に言うとマークシートですね。マークシートを埋めていくような試験になります。次、それを受かった方だけが受けられる試験が次、論文式ですね。まあ、それは論述形式なんで、まあ、書いたりね計算してそれをね書いたりしなきゃいけないんですが、こういった二次試験合格して、まあ、無事ね晴れて公認会計試験合格者になれるというような試験制度になっております。今回ねその論文バージョン、二次試験の方ですねを厚みね解説するような動画になります。ではね早速いきましょう。はい、超初心者用公認会計試験概要解説と、まあ、スライド作ってきましたんで、まあ、スライドをねメインに使っていきたいなと思います。これちょっと前回の復習にもなるんですが、当然道のりを知っといた方がねよりイメージしやすいということで持ってきました。まあ、今が10月なんで、まあいいですよ。学習スタートが9月10月11月だとしてですね、まあこれを今だと捉えましょう。2020年ね。で、この試験はですね、まあ、よっぽどの天才じゃない限りだいたい1年2年かかります。まあスタンダードのが2年なんですかね。で、カリキュラムも組まれてますから、まあそういった意味でね、今回1、2、3とはなってますが、まあそのいつ始めたかによって、まあその試験日との兼ね合いで1年なのか3年なのか、まあ変わってきますと。というところで、まず学習スタートしたらですね、もう簡単に大きく分けます。入門期と応用期でそれぞれ1年ずつあると思ってください。で、2年後にですね、2年目の終わりに先ほど言った通り1次試験ですね、担当式マークシートがあって、で、それ受かればですね、その次論文式受かって、まあ、無事合格だというような大きな捉え方でいいと思います。まず1年間は入門、まあ、基礎マスターとかまあ言ったりはしますけど、それは各予備校の言い方なんでそれはいいですけども、入門期で、それが終わるとですね上級期、まあ、何が違うかっていうと、いわゆる入門期はインプットメインですかね。インプット7、アウトプット3みたいな感じで、ほとんどが講義だったり、まあ、その復習に追われると思います。で、上級期っていうのは、まあ、我々のね業界の専門用語で言うと答案練習、いわゆる答練と言います。テストです、簡単に言うとテストをまあ受けていって、授業と並行、授業も当然あるんだけども、まあ、それと並行して答案練習って言ってアウトプットの練習もしていきます。なので、まあ、7対3だったインプットアウトプットが、まあ、まず5対5ぐらいになって、で次逆転していきますね。もうインプットはもうなくなってきます。もうほとんどねカリキュラムは消化してて2で、アウトプットが8で、最後はね10、まあ、自己学習に当てられますんで、10の中で自分で、まあ、さらに復習してインプットして、でその中で答案練習を解き直したりしてアウトプットしてみたいな感じで、まあ、合格、まあ、試験まで持っていくような、まあ、受験スタイルになります。で、担当式はね、あの前回の動画で上げたんでぜひチェックしておいてほしいんですが、まあ、年に2回あります。12月担当と5月担当というのがあります。で、今回それを受かった方、どちらかで受かった、もしくは担当式っていうのは2年間免除されますから、可年度に合格して、まあ、今年論文式なんですよという方の、まあ、ガイダンスになります。で、論文式っていうのは年に1回です。まあ、担当は年2回なんだけど、論文は年1回です。で、今回ね、コロナで11月にずれ込んだんですが、通常は私の時も同じだったんですけども、8月論文と言われてます。8月ですね。あの、真夏にやります。で、これを受けて、まあ、合格発表が11月頃にありまして、で、合格となると、まあ、皆さんがね、いわゆる監査法人だったり、まあ、そういった一般事業会社だったり、中小のね、会計事務所だったり、監査法人に、まあ、いわゆる就職活動ですね、っていうのに、まあ、行くというような、まあ、年間のね、まあ、恒例行事になっております。で、まあ、本題から外れるんですけど、まあ、就活っていうのは、この業界珍しくてですね、大体2週間ぐらいで勝負が決まります。一般的な事業会社の就職活動とは違って、もう合格者を前提にそもそも面接してますから、ほとんどね企業側取りたいんですね、監査法人側取りたいと。まあ、その中で、あ、いい悪いを、まあ、選別するような、まあ、試験、まあ、面接になりますから、結構ですねタイトに、まあ、ギュッと、まあ、してコミッターテストはなくてですね、まあ、コミュニケーションテストだったり、まあ、ちょっとね法人によって違うんでしょうけど、まあ、サクッと2週間ぐらいで内定が出るような就職活動になっておりますと。まあ、そこはねちょっとどっかで譲ります。なので、まあ、ポイントはですね、担当式と論文式の2段階選抜になっておりますと。で、当然担当式を受かった者のみが今回解説する論文式の試験受験者になりますと。で、もう一個ポイント言っとくとですね、この公認会計試験の特徴なんですけども、受験資格がありません。なので、まあ、中卒なんですけどとか高卒なんですけどとか、学歴コンプレックスもし抱えていらっしゃる方がいれば、よく言われるのが一発逆転系の資格と言われております。公認会計士受かってさえしまえばですね、まあ、その過去のね学歴とか聞かれずにもう公認会計士名乗れますから、まあ、そういった意味ではねチャレンジする動機の一つになっている方も多いとよく聞きますね。で、まあ、担当式は前回終わりましたけど、今回論文式ですね。で、担当式っていうとですね、まあ、復習なんですけどマークシートで受けます。で、論文式、今回ね論文式なので、まあ、年1回8月と書いてますが、特徴をね解説していきたいと思います。まず大きな特徴が、
担当のマークシートに対比して論文式は、まず記述式です、論述式です。なので、まあ、当然ですけど文字を書かなきゃいけないっていうのと、計算もね解いた上で、まあ、埋めていかなければいけないと、各試験になりますと。で、担当と比較していった方が分かりやすいので、担当との比較表を出していきます。なので担当はねもう前回の動画ぜひ見てください。なので論述式の試験ですよと。で、ポイントが3つそれぞれあります。なので対比させて持ってきたんですけども、まず担当は1日で終わりましたよね。はい、担当で財務会計管理会計監査企業法で1日で終わります。疲れたとなりますが、論文式はですね3日程で行われます。まあ、会計学監査企業法みたいな感じで組み合わせがあるんですけども、まあ、3日間の勝負なんだと思ってください。なのでここら辺もある意味戦術というか戦略がいりますよね。まあ、どういう風にね、まあ、しっかりペース配分していくか、もっと言うと過去ね解いた問題はもう絶対引きずらない、2日目とか3日目引きずっちゃうとねもったいないですからね。まあ、そういった部分メンタルの、まあ、しっかりケアも必要かなとっていう3日勝負ですよと。で、2つ目、これがですね担当は5月と12月ありましたよね。2回勝負で2年間有効でしたよね。その年の論文式受からなくても、まあ、担当式合格したってことで2問2回論文式受けられました。で、論文式はですね一方で年1回のチャンスですね。8月論文もし落ちたらもう1回来年の8月だと。まあ、結構ねそこの1年間、まあ、僕は苦しい思いしたんですけど、そういった試験です。あと2年間有効のさらになんですけど、論文式っていうのは科目合格というのがあります。何か会計学だけ合格ラインに達してたと、それだけ2年間有効になったりします。全体としては落ちた不合格なんだけど、翌年と翌々年はですね会計学は受けなくていいよ、こんな感じで科目合格制度っていうのがあります。なので、まあ、一部の人という言い方が正しいかちょっとあれなんですけども、やはりねそういった科目合格狙いで着実に受かるような人も一部、本当にごく一部ですけどいます。ただちょっと誤解を恐れず言うと、基本的にはですねもう0、100で受かるような試験だと思ってください。全部受かるのかまた来年なのかみたいな感じでね、あんまり科目合格を取っていくような試験ではありません。まあ、その対比でよく使うのが税理士さんとかですね。税理士の資格はね一般的に5科目を全部合格したら、まあ、資格が付与される。でそれもね単年度で取っていったりですね組み合わせて取っていったり、いろいろ戦略はあります。なので税理士はどちらかというと科目合格を前提とした試験制度なんですけども、公認会計士は一般的には全科目合格を前提にしてるんだけど科目合格あるよぐらいの、まあ、その認識でいいんじゃないかなと思います。はい、で最後3つ目、担当式は重箱の隅をつつくようなね細かい論点も出されます。まあ、それが切れるかどうか選べるかどうかっていうのも勉強法の一つなんですが、論文式はですねそういった細かい論点は出てきません。まあ、一方で確かに難しいいわゆる埋没問題は確かに出るんですけども、大きな流れで言うと理解が試されます。まあ、そもそもなんでこのような手続きをしますかとか、なんでこのような制度が出ましたかとか、もっと言うと計算ですね、計算も総合問題とかって言ったりするんですが、そもそも論が出題されます。でそれをいつも言っている通り相対評価と言いまして、まあ、着実に取っていくと、みんなが間違えずに取ってくる問題をしっかり取っていくと、逆にみんなが間違える問題はむしろ捨てでいいと、まあ、そんな感じでしっかりどういう風にねそれをこなしていくかっていうのが問題なんですが、一部ちょっと誤解がないように言っとくと、直前期なんですけどやっぱりね論述するときにやはり用語の定義だったり、まあ、その一般的な言い回しを覚えておくっていう意味ではやはりね暗記も必要なんだよっていうのは意外に伝えておきたい。で特に直前期はこれ暗記めちゃめちゃ重要、生きてくると思いますんで、ぜひね理解が重要なので、その一言一句たがわずかけなくていいや、これは一つ確かに大きな意味ではそうなんだけど、一方でねやっぱり暗記で助けられる部分もありますんで、よくねこれ誤解しがちなんで、論文式といえどもですねやはり重要なワードだったり定義だったり言い回しっていうのはぜひね暗記で最後詰め込むことをお勧めします。はい、まあ、ちょっと細かい話になっちゃうんで、今日はね初級編なので大きな話をしたいと思います。はい、ということでこの特徴ぜひね押さえてください。で論文式戻ります。で論文式はですね5科目大きく、まあ、学びます。まあ、細かい話を言うと7科目なんですが、まず一つがですね会計学ですね。まあ、今回本当に超初級編のガイダンスなので細かい話はしません。ざっくりだけね、簡単に言うとまず2つ、計算と理論があります。で計算は当然ですけど、まあ、電卓を叩いたりしてね、まあ、計算して正しい数字を導き出す。で理論っていうのは先ほどの暗記も言いましたけど、まあ、制度の趣旨だったり理解っていうのをその問い合わせに反映させていく、大きくこの二軸があります。でその二軸があった上で各科目に落とし込むとこんな形になりますというのがこの表ね。でまず会計学っていうのはまた分類されて、いわゆる財務会計っていうのと管理会計っていうのが分かれます。まあ、簡単に言うと財務会計っていうのは公表用の数字を作ります。まあ、皆さんがよく言う財務諸表っていうのがこれですね。まあ、決算書とかっていうのもこちらになります。何かというと PLBS、まあ、キャッシュフローとか、まあ、いろいろあるんですが、まあ、そういったものを作りに行ったり、その理論を理解しているかっていうのが財務会計論。一方で管理会計論っていうのは社内目的の、まあ、経営数値だと思ってください。なので、まあ、経営者がね例えば財務分析するための回転期間分析だったり、まあ、そういった部分ですね。あとはですね投資意思決定をするための A と B のどっちの投資案がいいのかとか、まあ、そういったものをまあ比較検討するファイナンス論とかあったりもします。はい、そういったものが会議会計に入ってきます。その計算とその理論ですねが各あります。で先に言っときたいのが、やはりですね公認会計士ですんで、やはり会計学っていうのは単論どちらもですね比重が大きいです。まあ、この会計学財務会計見てもらったら分かる通り、財務会計だけで200点あります。時間も180分という、まあ、価格ですよねっていう感じで、もうそもそも重要度が違います。はい、ウェイトが違いますね。で管理会計論で合わせた会計学っていうのは全体のねもう4割ぐらいを占めると
というような、まあ、重要になってますんで、まあ、担当式の対策の時にも言ったんですが、ぜひね、この単論、たがわず、計算っていうのはもう重きを置いて、しっかり理解する。で、しっかり解けるようにする。で、それをベースに理論っていうのは乗っかってきますから、まあ、ここら辺はね、無限にしないように、しっかり、対応してください。で、次、監査論、企業法は担当と一緒ですね。監査論というのは公認会計士の独占業務である監査に関する理論ですね。まあ、ここら辺はね、実際入ってからでいいです。公認会計士の仕事、みたいなことを習います。はい。で、企業法っていうのは、まあ、今ね、この日本の社会では、会社法と言いまして、旧商法なんですけども、まあ、会社を運営するための法律ですね。株式を発行するための法律だったり、株主総会のルールだったり、あとは取締役会とか会社の機関って言うんですけども、そういったところをね、運営する上での、まあ、法律ですね。法律っていうのを学びます。まあ、民法とか刑法とか知ってると思うんですけど、その会社バージョンですね。っていうのを会社法と言います。で、それを企業法という形で学びます。はい。まあ、一部金融商品取引法みたいなのもこの中に入ってきます。はい。まあ、詳細はいいです。簡単に言うと、まあ、会社のためのルールなんだなと。まあ、それ理論として学ぶんだなというところでいいかなと思います。で、あと4つ目、租税法ですね。この租税法と5番目の選択科目。これは論文だけの科目になります。なので、担当式試験では出てきませんし、まあ、人によっては担当特化して、その年度は租税法とこの選択科目やらないって方はいるんですけど、論文式ではこれを合格しなければなりません。で、租税法っていうと、まあ、簡単に言うと、まあ、税金のお話になります。まあ、税って書いてますからね。租税法の中の特になんですけど、法人税、所得税、消費税ですね。この3つを習います。で、ご存知の方いるかもしれませんが、公認会計士の実際に資格を付与されたらですね、公認会計試験合格だけじゃなくて、実務経験を2年間踏んで修了講座ですね、もう合格したら、まあ、無事公認がつくんですが、そこまでいけば、税理士としての開業の資格も与えられるんですね、現状の、まあ、制度上だと。の、その、まあ、上でなんで、租税法、この税法科目っていうのもここで勉強していきます。法人税、所得税、消費税ですね。まあ、実際、関西行った時も、まあ、会社のね、税金のチェックしますから、まあ、そういった意味でも基本となる知識になります。で、租税法も担当では出ないんで、どこまでね、最初からやっとくかっていう、まあ、葛藤はあるんでしょうけど、個人的にはしっかりやっておいてほしいなと思います。まあ、それは独立してから当然使えるっていうのもあるんですが、現場に出てからもっていうのはあるんですが、計算がやっぱり租税法もあります。って意味では、やはりね、できるだけ計算っていうのは、まあ、習熟にね、時間かかると思いますから、やはりね、しっかり習った時には復習しておいてほしいなと。たとえね、担当、まだ受かってないよっていう人でも、しっかりね、担当かったらどうせ論文受けなきゃいけませんから、しっかり租税法の計算っていうのはしっかりやっといてほしいなと思います。で、最後5番目。これ選択科目で、経営学とか、あと経済学、あと統計学、民法、まあ、こういったところを選ぶんですが、私含めて多くの方っていうのは経営学を選びます。よっぽどね、数学が得意で統計取りたいわとか、もう工学部で、民法バリバリやってたからとかいう方以外はですね、経営学を取るのが無難です。で、経営学取る、まあ、理由はいっぱいあるんですけど、まあ、簡単に言うと、範囲が狭くてやりやすいというところで選ぶ方が多いです。で、僕も実際、やりましたけど、楽しかったですし、まあ、しっかり勉強すれば当然理解できますし、一番ね、今、現場でも生きてますから、ファイナンス理論とかね、経営学の理論ですね、そういった部分も結構使えたりしますんで、まあ、モチベーション理論とかいろいろあるんですよね。っていう意味では、結構やっといていいかなという意味でも、僕は経営学をお勧めしてます。で、この選択科目も、特に経営学取れば、ファイナンスとか、計算が出ますんで、やはりそういった部分はですね、早いうちにできるだけやっといてほしいなと思います。今日はですね、本当に超初学者編なんで、あんまり多くは語らないようにはしますけど、まあ、こんな感じでざっとあります。まあ、こんなくらいあるんだというところでいいのかなと。ぜひね、担当と比較してみておいてください。で、論文の合格割合、合格率なんですけど、当然ですけど、担当受かってから論文受けてる方々しか、当然ですけど、合格率に計算入れてませんが、大体ですね、論文式まで行けば、3人に1人は受かると言われてる試験です。なので、40% ぐらいと、40% 弱ですね、ぐらいが受かる試験です。そう考えたら、めちゃめちゃ高いじゃんと思うかもしれませんが、まあ、先ほど言った通り、担当受かって、で、その中の、まあ、言ったら、猛者どもが、3人1人合格するような試験ですんで、まあ、言っても難しいは難しいですね。まあ、しょうがないですよ。国家資格ですから。はい。じゃあ、そういった意味では、単論、どっちもね、全体で合格割合出してくれって言われたら、大体年間1万人とか1万2000人とか受けてですね、で、大体1000人とか、まあ、千数百人受かるんですね。っていう意味では、大体全体で見ると 10% ぐらい、単論どちらもね、受かるとすると、10% ぐらいの合格率と言われてる試験になります。ちょっと、復習なんですけど、担当試験はね、4人に1人ぐらいが受かって、で、論文が3人に1人ぐらい。で、合計で言うと、まあ、10% ぐらいが受かる試験なんだと、ざっくりでいいですよ。思ってください。まあ、その中にしっかり入っていく。何回も言うんですけど、相対評価なんで、何点取ったらではなくて、ライバルができない問題は捨てて、できる問題を全部落とさずに取っていくと。で、落としてしまった人が来年に回るみたいな感じなので、まあ、そういった相対評価をしっかり理解すれば、まあ、そういうふうにね、まあ、試験をこなせるかなと思います。で、今回も前回の担当式の解説動画と合わせてちょっとね、対比させるように作ってますんで、次、実際問題文見てみましょう。問題文ね。これで担当と論文の違いがわかりますし、自分がどういうふうなものをね、最終的に解けばいいのか、解かなければならないのかってイメージね、初学者であればあるほど僕は意外に重要だなと思ってます。僕の時代なかったので、ぜひね、この動画を見て、イメージだけ沸かしておいてください。解ける解けないじゃないですよ。知ってるか知らないかだけでいいんで、ぜひね、そんな感じで、楽しく見てもらったらいいですよ。はい。
で、まず担当式はチェックシートでしたね。マークシートでしたね。はい。これ、論文式です。論文式は、もう見て分かる通り、論述します。穴埋めします。なので、簡単に言うと、計算だったら、計算をね、埋めます。これ、1番か2番のところ、問題用紙から書かなきゃいけないんですけど、まあ、その数字を埋めていきます。で、これね、財務諸表なんですけど、まあ、その、ね、数字を実際埋めていかなければなりません。で、何回もいいですけど、全部埋める必要ないですからね。今、分かんない、じゃあもうやめようとかじゃなくて、当然、埋没問題もありますから、まあ、そこでしっかり目利きしていくっていうのも重要です。で、こっち、右側のページはね、この論述ですね。後で問題文見ますけど、まあ、この制度の趣旨を答えようとか、この場合、どのような手続き、処理が正しいか答えようとか、まあ、そういったものを書かされます。はい、これ埋めていきますからね。実際、ボールペンで、もう、まあって書いて、うわ、間違えたってなって修正テープでね、消したり、まあ、僕もね、必死になって、穴埋めしてった思い出がありますよ。っていうのを、まあ、3日間にかけてやっていくと。これ会計学です。一番ね、花形の、まあ、科目になります。じゃあ問題文見てみましょう。実際ね、第5問なので、ちょっと第5問持ってきました。こんな感じですね。ぜひ担当式ね、動画見返してみてください。担当式ともう様相が違いますよ。こういうふうにね、もう問題文がもう前提条件とか留意事項がブワーッと書かれてます。で、数字もね、はい、各社の X、年度のね、財務数値が与えられます。で、2枚目いきますね。で、資料が1、2、3、5まであるのか。あって、で、先ほどね、目見てもらったと思うんですけど、じゃあ、×2 年度における連結貸借対照表に計上されるべき次の金額を求めなさい。無形固定資産で、のれんとかですね。それを戻っていくと、のれんの金額を書いたりですね、していくっていうのは論文です。まあ、のれんって何のこっちゃとか、今はいいですよ。なんだけど、まあ、そういうふうにね、与えられた、指定された答えをしっかり書いていく。で、さっき論述がありましたが、まあ、何でもいいですよ。問いを見てみましょうか。×2 年度×において資料2の3の取引について Z 社が行うべき個別財務諸表及び連結財務諸表における会計処理を現行基準に基づいて説明しなさい。だからこういうことですよね。別に今は何の理解もなくていいですよ。ただこのようにその当然会計士になりますからね。会計士になるっていうことはチェックをする側なんだけど、当然その前提となる処理を分かっとかないと正しいかどうか分かんないですよね。っていうのを問うてるような問題だと思ってください。まあ大体そういうふうに、ね、試験は作られてます。なので問いを戻るとこんなに書かされるんですよね。 Z 社が行うべき会計処理を、まあ、こうであるとっていう風に書くと。で、実際ね、点が振られる振られないみたいなこと、これが論文式です。まあ、ちょっとサービスで担当式見ておきましょうか。担当式は理論っていうとこんな感じですよ。負債に関する記述のうち組み合わせを選びなさいみたいな。なので書けなくていいんですよ。こういう風にアーとウーダーとか選べたらいいんですね。選べたらいい。で、回答用紙もこんな感じで埋めれたらいい。これが担当式。で、担当式の計算っていうのも、まあ、こういうふうにね、有価証券の評価差額金を求めなさい。で、3番だと、93万6000円で電卓で叩けた、この3番を選んでマークしに行くと。で、論文は言った通り、こんな感じ。で、問題文もこんな感じ。いかついですよね。まあ、与えられてる時間も違いますし、まあ、特にね、深さも違うんですが、まあ、こんな感じに作られてますと。はい。もうこれあくまでね、今、解けなくて、解けたらもう合格ですんで、解けなくていいんですけど、まあ、こんな感じ適応してるっていうのがまず大事ですね。適応して、己を知って、百戦早うべからずと。まあ、適応ね、これがゴールなんだと。これをね、最終的に解いて、書いてきたら、俺は受かると思って、今はね、楽しく見てください。まあ、こんな感じで、まとめですね。まあ、今回論文式ですんで、あくまで論述式ですよと、3日勝負ですよと、年1回ですよと、まあ、これ一つポイントじゃないかな。ね、一発勝負なんで、かなりプレッシャーあると思いますよ。例えばね、もう何回も落ちちゃってるとか、もう親に迷惑かけれないとか、お嫁子供、奥さんとかいるとか、もうそうなればね、いろんなプレッシャーとか背負ってますからね。ただ、科目合格ありますよと。で、最後、理解も試されるんだけど、やっぱりね、暗記、ある程度ね、やっぱり暗記で助けられる部分もあるっていうのがポジティブですかね。暗記で何とかなる部分もありますから、しっかりね、そこら辺は勉強をしっかりするというような問題になってますと。はい。ということで、まあ、今日はですね、超初学者向けの論文式試験とはというガイダンスですね、を取っていました。まあ、担当式もちょうど20分ぐらいで収録してますんで、ぜひね、単論合わせて見てみてください。はい。こんな感じで僕の動画ではですね、まあ、公認会計士まつわる動画だったり、今ね、実務働いて、まあ、起業してますから、そういった経営面のお話もふんだんにしていきます。なので、まあ、勉強だけじゃなくて仕事面、もっと言うと根底の部分ですね、まあ、なんでそういうふうにね、やりこなしてこれたのかとか、まあ、そういう人間性の部分も話していくようにしますんで、ぜひね、チャンネル登録してください。あとはね、高評価、低評価、どちらでも本当にいいので、ぜひね、リアクションしてみてください。僕はね、それを自分のね、改善に使いますから、ぜひ、チェックしてもらえたらありがたいです。ぜひね、公認会計試験、まあ、他の試験でもいいんですけど、こういった試験制度を知って、適用して、で、自分のね、現状と分析して、で、ぜひね、頑張ってみてください。応援してます。ということで、本日も動画を教えていただきありがとうございました。では、また次回の動画でお会いしましょう。